今日は一日晴れらしいんでね、ずっとちょっと遠くに行ってこようかなと思ってたんですけど、実際起きてみたら、まあ昨日の疲れで昼の12時に起きたし、しかもその12時の時点で風ゴーゴーいってるんですよ。平均風速8メートルってことで、ああもうこれは出かけられないっていう風になってます。おはようございます、こんにちは、こんばんは、レビューふぐみかんのふぐみかんです。というわけでね、今日は一日家でおとなしくすることが決定したんですけども、ちょっと中華低価格イヤホンの変な話をたまには時間があるんでしてみようかなと思いまして、今回ねお話しするのはオーグラマーの T300、 それからドゥヌの DM480、 メムトの R1、 TRU の H2、 全部全然関係のないようなメーカーに見えますけども、実はこれ全部ハウジングの形同じなんですよ。どれもこれも TRU の H2 が一番最初に出たんですけども、これがねどうもその 3D プリンターの形のデータをどっかから持ってきたのか、それとも自社で作ったのか分かんないんですけど、そのデータがそのままこの4機種に共通で使われてるんですね。でなおかつ DUNO の DM480 が独自のドライバーを使っていたはずだったんですけども、なんとオーグラマーの T300 にこのドライバーと全く同じもの、もしくはクローンが入ってしまったんですよ。でしかもこれがまたやばいことなんですけど、うちのオーグラマンの T300 どう考えてもドライバーにドゥヌって書いてあるんですよね。まあそれもあってちょっと DM480 は今掴んでないんですけど、オーグラマーのイヤホンですよって言ってるのに重っくそドライバーにドゥヌってロゴ入っちゃってるんですよ。まあ突っ込みどころしかなくて、でその後もね、こうその後メムトの、R1 が発売されたんですが、メムトの R1 にもこれメムトのロゴの中に、ちゃんとメムトってロゴは入ってるんですけど、どう見ても寸法が T300 の初期と同じなんですよね。ということで実際聞き比べてみてもあんまり僕には違いがわからないいう、とてもこう突っ込みどころのある。でまあこれでもね、メーカーで各メーカー違って、それで値段がそんなに変わんないよとかだったらいいんですけど、このイヤホンたちね8000円から2000円まで全然値段が違うんですね。で TRNH2 は普通のねシングルのダイナミックドライバー、8mm だったと思うんですけど、それが入っていて、で DUNO の DM480 はデュアルダイナミックドライバーっていう風に一応表記はされてると思いました。デュアルマグネティックだったかもしれないけど、とりあえず違うドライバーってことは間違いないんですね。でそんな2つの違いドライバーが入ってまして、オーグラマーの T300 がちょっと TRN の H2 より高いぐらいの値段だったと思うんですが、この TRN H2 に比べると T300 なぜか DM480 と同じドライバー入っちゃってるってことで、まずそこから突っ込みどころがありますし、お前これドゥヌってロゴ入ってるけどどういうことなのっていうふうに突っ込んだ次のロットから、実はTRN H2 とほぼほぼ同じ仕様のドライバーに変わったんですよね。お前それいいの？全然音変わるけどっていうぐらい音が違いまして、DM480 系のドライバーだと、これかなり、高音が強くて、全体的にソリッドな音色で、で、なおかつ低音域もよく出るよっていう、すごくこうバランスのいいドライバーで、ああ、DM480 これ買って、定価で買っても納得するなって音だったんですけど、それが T300 で弾けちゃうってことで結構ね、一時期おすすめ、こっそりしてたりとかしてたんですが、これがね、また、今、また見てみると、もう今生産終わっちゃったんですけど、最終ロットの方だと H2 と同じロットになっちゃってるんですよね。まあどこから突っ込んでいいのやら。とりあえずシェルは全部同じなんですよ。まあだからシェルはね、最初から 3D のシェルでちゃんとしたシェルが使われてますよってことで H2 から発売されて、そのちゃんとしたドライバーがさらにそこに入って、しかもお安いですよってことで DM480 っていう、まあ二極化したモデルなんで、全然そこは形は同じでもね、実際の性格は違うんですけれども、メムと R1 とかオーグラマー T300 とかがこう登場して、そしてそっと消えていくっていうところに中華日本の闇を感じざるを得ない状態ですね。結構ね、低価格のイヤホンでドライバーを共通で使ってることは結構多いんですよ。で特に、僕がよく紹介するような5000円以下のハイブリッドタイプみたいなやつって、みんなね 10mm のダイナミックドライバーを積んでるよ、 10mm のダイナミックドライバーを積んでるよっていう風にレビューでいつも言ってると思うんですけども、この 10mm のダイナミックドライバー、どうも出どころが同じらしいんですよね。なんで結構こう共通のパーツを組み合わせて、でその共通のパーツの上にそういうハウジングだとか外装ですね、外装の形を変えたりとか、あとはチューニングを変えたりとかして、今のね豊富な中華イヤホンの低価格帯が出来上がってるわけなんですけども、でもまあたまにはこういうことも起きるんだなっていう、さすがにねこれはうっかりだと思うんですよね。同じシェル使ってるんで同じ工場に委託してるのかどうかわかんないんですけど、そこでうっかりオーグラマーの T300 用のシェルに
ルヌのやつ入れちゃって、で何も気づかないまま出荷したっていうことが全然中華ではありえると思うんですよね。結構そこら辺の品質管理がガバガバなんで、おそらくそこから起きた事故なんじゃないかなと思うんですけれども、でもたまにね、こう夢があるのと同時に闇もあるっていうところが、たとえ2021年になろうが中華イヤホンは中華イヤホンなんだなっていうところをちょっともう一回思い出させてくれる事件でありました。といった感じで今回はここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。レビューフグミカンでした。こんな感じのイヤホンがあるとね、本当にツッコミどころ多くて楽しいんですけども、なかなかないのもまた中華イヤホンちゃんとしてきたっていうことなんだと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。